茶ショコラです。はい、まあちょっと VCM が近いっていうこともあってですね、結構 VCM 関連の動画が増えてはいると思うんですけど、年に今のところ2回しかやらないお祭りなんでね、いいんじゃないかなっていうことで、バンバン楽しんでいきましょうということで、はい、今日も VCM 関連のお話です。前回の VCM で買ったものを特にこんな感じっていうのを紹介する動画がなかったので、まあちょうどいいかなっていうところでですね、前回の VCM で買ったものをちょっと紹介しつつ、 VCM こんな感じだよっていうちょっと紹介していこうかなと思います。というわけで VCM だから行ったことない方もいると思うので、どんな感じっていうのは分かんないと思うんですけど、結構ちょっと店舗とか店がバーッとパシフィコ横浜のそのブースの A とか B とかある中にドーンって区画にすごい量のお店が入ってくるので、そこでこういろいろヴィンテージの古着が見れるよっていう感じのお祭りですね。結構ね、いろんなすごいいいお店がすごいいいお宝を持ってくるんで、本当に、はい、じいちゃん300万とか500万とか700万とかそういうのもあるし、そういうのもいろいろこうピックされるので、ついつい話題性でね、それでなんかすごいそんなの言っても何も買えないじゃんみたいな思う人もいるかもしれないですけど、まあ、そういうものももちろんあるし、そういうお店ももちろんあるけど、全然それだけじゃなくてですね、もちろん普通の街にある古着屋さんで売ってるような寝るシャツとか T シャツとかそういうのもあるので全然買えます。はい、前回も自分が別にそんな予算があるわけではなかったので、まあ、メインで撮影もしてますし、かなり前回はですね、明確に絞ってもう T シャツと寝るシャツと、パーカー、フーディーアップチップアップのフーディーが欲しいって決めてたので、もうこの3つに絞って探したんですね。でこの3つ全然ありますし、もうほとんどの店舗がシャツだろうが T シャツだろうがもちろん置いてるので、もう全然すごいいっぱいあるので、だから普通に気兼ねなくこう古着を見て回れて楽しく買えるし、またそういう VCM のそのお宝ですごい高いっていうのもよく言われるんで、もしかしたらすごい全体的に高いんじゃないのみたいな感じがあるかもしれないですけど、それも全くなくですね、どっちかというと今日はちょっと値段も話しつつ、そんなにどっちかっていうとですね、いろんなお店さんがバーって並んでいるので、どっちかというと、まあ、いやもう本当平均値ぐらいだと思います。別になんか高すぎるわけでも変な話、VCM だから値段設定がとかいうのも全く俺はないんじゃないかなと思います。むしろあいみつが取りやすいんで、はい、あこれ2万ね、あこれ1万8000ね、1万6000ねみたいなやつがこう見れるので、まああと本当程度とか物とかその古さとかあれによってまあ選べるし、自分でこう選べるので、むしろすごくいいんじゃないかなっていうのがあってね、吉祥寺とか行ってこのお店で見つけたらうわーってなったら別にあいみつが取れないっていうか、もうこれ1点逃したらないかもなってなるから、もうそこで多少高くてもいけみたいな感じですけど、VCMだったらもういくらでも探せば同じようなやつあるかもしれないと思ったら、もう片っ端から同じアイテムを見て自分の納得するものを納得する値段だったら買えばいいみたいな感じなんで、めちゃくちゃやりやすいじゃんっていうのはあるので、ちょ今日はですね、値段をもうちょっと正確なんでお伝えしつつですね、前回買ったやつをちょっとお見せしようかなと思います。これはですね、はい、黒のなんかこういうちょっとゆるっとした T シャツが欲しくてですね、探してたところベルフさんのパス向かいに、あったですね、あの名古屋のいつも俺コーデ撮らせてもらってるすごいおしゃれなお兄さんがいるですね、名古屋のお店ですね、6000円だったかな、はい、6000円ですよ。普通になんかヴィンテージのこの辺のね、90年代かな、ぐらいかな、そうこの辺だとね結構1万円ぐらいしててもおかしくない感じなんですけど、 L で6000円ぐらいだった気がします。はい、全然安いと思って、任天堂の、はい、これも最終日に2日目のもう最後の最後ぐらいに買ったやつですね。安いと思って任天堂ですよ、任天堂ちょっと可愛いと思って買いました。でこれが初日に新潟のバナナスさんでですね、馬場さんから、はい、買わせてもらったカート小判の、はい、ロンティーですね、はい、めちゃくちゃいいです。今回もバナナスさん出られるので、この辺、まあ、もう在庫があるのかどうかちょっと分かんないですけど、これはもうないと思うんですけど、次の新作とかもしかしたらあるかもしれないですしね、絶対チェックしておいた方がいいと思います。バナナさんすごいいいお店なので、はい、これも買いました。これもね1万円ぐらいでしたね、はい、9800円とか1万円ぐらいだった気がします。めちゃくちゃ重宝してます、はい、でこれがですね、本当ねお店の名前わかんないな、そうです、はい、一番右のレーンにあったところのお店でですね買いました。これも本当ずっと探してた、まあ、赤とか青のバッファローチェックとかチェック系のネルシャツが欲しくて、まあ、できたら50年代くらいがいいな、ちょっと40年代とかだとちょっと街が深くてちょっとこうラウンドがするんで、ちょっとできるだけボックスに近い、まあ、ほんと50年代ジャストぐらいの
赤か青黄色くらいのちょっとネルシャツ王道のあたりを行きたいなと思っていて、でも結構ここら辺見つけるとですね3万円とか、はい、もう色と状態によってはなんか4万弱つけてるところももちろんあるので、なかなかこう物と兼ね合いがこうで結構細かったりとかして、あ身幅がなみたいなのとかで結構こうあ柄がなとか、もうちょっとこのチェックが大きかったらなちっちゃかったらなとかいろいろあってですね、ただやっぱ VCM でもずっといろんな店舗にいろんなあるんで、もう片っ端から見れたので、何着あの日すごい見たんですよ。だから100は言い過ぎかな、あいやでも100ぐらい見たのかな、まあ、結構そこにあるだけのですね、もうほんと寝るシャツ全部見ていったので結構の時間かかりましたけど、あんだけこうひしめいてくれてれば、はい、見やすいじゃないですか、すぐ店舗の移動がすぐなので。というところでですね、これも2日目の終わり際だったか初日だったかちょっと覚えてないですけど、はい、見つけて1万5000円ぐらいだったんですよね。1万5000円でいいのと思ってですね、50年代のこんなねすごいスタンダードで定番なネルシャツが1個と思って、多分3万くらいが定番で、まあ2万円台だったらいいかなぐらいに思ってたところ、1個みたいな感じで買った気がするので、はい、1万5000円だった気がします。なので結構お買い得な、個人的にはですね、はい、まあ、値段というよりもこれがこのサイズのこの感じが手に入ったのが嬉しかったんで、はい、よかったですね。そして初日ですね、これもう水さんかな、はい、三茶の水さんでが出て置いていて、もう見た瞬間にこれこれと思って、もう今回俺が探してたやつのもうマジでドンピシャみたいな、このダブルフェイスの、はい、もうよく本当のよく言えばもちろんダブルフェイスでも、この中がこのサーマル生地じゃない同じような生地の2枚のやつの方がもちろんいいんですけど、さすがにですねジップアップパーカーでそれを言い出したらなかなかすごい値段とかすごい探さなきゃいけなくなるんで、そこまではさすがによく言わないですけど、ただダブルフェイスいいなと思っていてですね、ダブルフェイスが見つかって、かつこのサンフェードした赤ですね、赤でサイズもまあ着れるサイズ、結構これもちっちゃいのが多い中だから、俺はこれ L とか XL で探さないと結構縮んできつかったりするんですけど、これミディアム表記だけど、まあ、サイズ的には L 縮みぐらいのサイズ感だから、いわゆるよく見つかる M にほどちっちゃくないっていう感じだったので、これ表記とか関係なく実寸が切れたのでいいと思ってですね買いました、はい、赤々しい感じじゃなくてちゃんとこうサンフェードした感じのですね、着やすい柔らかい赤になってくれてるんで、これはもう本当に VCM 一発目のもう買いでしたね。これが3万くらいだったかな、2万、いやそんなしなかったかな、2万、あいやそんな高くない、2万円かな、はい、あのあれだ、3万円は多分その当時探してた相場が結構3万くらいするなと思ってたので、まあそれより3万円くらいを覚悟していろいろ探してたのか、そしたら2万くらいだった気がするんですね。なんで2万6000かな、2万5、6000だった気がするな、2万5、6000だったんで、しかも値段までそんなに高くないんだと思って買いました、はい、今回だから本当はうわ高いけど欲しかったなというよりかは、結構欲しかったものが格安で買えたというか、割と手頃な価格で買えた感がありますね。2万5、6000だった気がします、はい。ちょっと覚えてないな、でも2万3000ぐらいだった気もするな、まあ、とにかくでも2万円台でしたね、はい、3万オーバーではなかったです。と最後にですね、これがアップルティーですね、はい、これはあのおなじみベランダさんで、はい、購入しました。岡本さんのとこですね、はい、アップルティーです。同じくちょっと大きめの T シャツ、ゆるっと着たい T シャツを探していて、はい、ベランダさんで90年代の、はい、デッドストックだった気がするんですよね、しかもデッドデーと思って、はい、そうですね、シングル可愛いと思って、はい、サイズもすごい良かったし、これもね1万円くらいだったかな、デッドが何枚つったかな、3、4枚くらいあその時あった気がするんですけど、もうこの間行ったら全部なかったので売り切れちゃったみたいですけど、これもデッドで1万円で90年代のヴィンテージの T シャツ買えるんだと思ってですね来ました。こんな感じです。なので本当別にこうめちゃくちゃ高いってわけでもなく、出
し、もう寝るシャツなんて本当にすごい見ましたし、あとフーディーも、フーディー自体がそんなに多くない中、まあ、いろいろ状態だったり色だったりももちろんあるので中で選んで変えたのですごい良かったですね。こんな感じでですね、2日いればもうちょこちょこいろいろ見つかるので、ぜひね皆さん大金握りしめてとかじゃなくていいと思うので、欲しいものがあるならですね、ヴィンテージを探しに行ったらいいんじゃないかなと思います。本当にあんなにコスパのいい探し場所はないと思います。他のどの街に行くより19、20の日は VCM に行った方が一番欲しいものが見つかる日だと思います。はい、というわけでまた VCM 関連のですね動画もまたちょっとありますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またね。